きます？ちょっと多少続きが気になる展開にはなってきてますからね、うん、あとね、そもそもあれなんですよ。はい、今日コーラを飲みます。僕も前もやってませんでした？酔うからみたいな話ですよ。そうなんですよね、 3D 酔いをするんでね。軟弱だな、三半規管がさ。ああ、そう、あとそうなんです、ちょっと気になるものがね、今、机の上に、はい、映るかな。映像変えようかな。あれ、なんで。いやいや、カメラわかんないでしょ、これだと。まあまあまあ、確かにね。ちょっと待ってください。まず、ミレニアムファルコンです。おい、これ僕が僕だけしかない。あれだ、カメラ1、2になってる。ちょっと待ってね。じゃあこっちで紹介してくださいよ。あ、じゃあこっちで紹介します。はい、ちょっと待ってね。ちょっとこれだけコピーしようかな、はい、こちらミレニアムファルコンですね、はい、のプラモデルです、はいはい、が1個ありますと。1個1個説明していきましょう。これね、よくなんか前もカッターねくれたり、プラモデル作ったやつくれたりした、人がいるんですけど、はい、今映ってないですよ、エラクシーさん。え、あ、映った映った。その人が、ね、送ってくれたやつですね。これなんかもう塗装がしてあって見えます？こんなに、ね、うん、汚し塗装みたいなのしてあって、もうあとはもう10分ぐらいで組んだらできるそうなんですらしいですね。これまあまあこれをやっていこうということで、はい、僕が持ちましょうか。はいはい、これですね、八つ橋でございますよ。そう、京都の方なんですね、この人ね。なんですかね、まあ、関西だったら買えますよね。はい、と生八つ橋、京都の人でね、いただきました、はい、いつもこれ書き込んでくれてる大田区さんですね。そうですね、はい、なんでファルコン号なんですかね。 これは何なんですか。これあれじゃないですか、でもあの、はい、スターウォーズの話をしたからじゃないですか。え、しました。したじゃないですか、スターウォーズ良かったよねって話を僕らが配信で。はい、これは何ですか。配信じゃないですけど、でこれはなんか誕生日に、はい、僕は5月に誕生日だったんで、はい、その時にモビルスーツガンプラ作りますって言ってくれて、もうくれたんですよ、送ってくれたやつ。いやでも作ったやつならガンプラ作りますの夢は果たされてないわけです。夢というわけじゃないですかね。作られてます。はい、作っていただいた高機動ザクですよ。へえ、見てくださいこれね。何のザクなんですか。ザクですよ、高機動型ザクです。R2 タイプです。え、何に出てくるんですか。 MSV ですよ。 MSV？ モビルスーツバリエーション。あ、正規のやつではないってことですか。あの、アニメではないですね。チンコとかそういうことじゃない。正しい。どういうこと。どう、そんなガンダムないでしょ、もともとね。正規ガンダム。そうそう、すごい、こうね、デカールとかも33歳になったんで。あ、33になってるってことですか。 K の33になってるわけですよ。そういうことなんだ。加藤の33でしょ。あとね、このとこ書いてくれたりとか。パトリック・ユーイングのユニフォームのゼッケンかと思った。違います違います、絶対に違いますよ。あの、あれジョニー・ライデンとかの、はい、が乗ってる高機動型の、あの R2 ですね。 R1 じゃなくて。あ、僕の声が遠い。え、遠いの今。結構マイク近めに喋ってます、ね、今こうのけぞってたからじゃないですかね。あ、そうですか、うん。ちなみにね、八つ橋はね、生のやつと硬いやつ、うん、2つとも送ってくれてます。いいですよこれ、ほらビーム兵器も持ってますから、ね。まだザクの話すんの。今やつ橋腰にね、ビームね、これ、はい、こう剣もビームのやつついてますから。おう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 、ザクがそんなの持ってるわけないじゃないですか。まあまあ確かにね、ヒートホーク止まりなんですけど、これはつけてくれたと。じゃあつけてくる、ゴリゴリのエースキーにしてくれたわけです。すげえなー、はい。なんで俺ミレニアムファルコンのこれ。いやだからスターウォーズが好きだって言ったからじゃないですか。いや好きですけど。生八つ橋食べましょう、美味しいんでね。まあね、あの硬い方だとものすごく音が出ちゃうんで。あ、そうそう、あの話したんですよ僕ら確か。八つ橋。はい。生のがうまいよねっていうのと、いやいや生じゃない方がうまいよねって話を一回したんですよ。僕は硬い方がうまいっていう派なんで。いやもうね、生が好きな人しかいないですから世の中は。いやいや、僕ね聞いたんですよ会社でも、はい、
どっちが好きみたいな、はい、ある程度みんな生、まあ、大体あの生が好きっていうやつはなんかお子様な感じの舌だなっていう人が、いやそんな誰がじゃあ硬いの好きって言ったんですか。あることです一番お子様な舌じゃんいや生が一番うまいでしょ、生食おう。いやそれあんこがなければ多分美味しいんですよ。 ありますよね、皮だけ。はい、ハサミがないとダメなやつかな。え、そんなことないですよ、お土産物で。え、ある、開けましょうか。どっかにあるでしょ。ありこれ無理なやつだ。無理でしょ一回取りに行ってきましょうか。はい、ハサミね。え、生が好きな人そんなにいるの。絶対パリパリのやつの方が美味しいと思うけど、これってなんか代わりに何かありそうじゃん。だって硬い焼き菓子って代わりがないでしょ。絶対硬い方がいいと思うけど、無理だ、これ絶対無理だわ。はいめちゃめちゃじゃないですか。ちょっと無理やり開けて無駄でしたって言おうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃになってる、ボロボロになってんじゃないですか。しょうがないでしょうよ。ちょっと、いや出しましょう、これ出しましょうよ。え、なんで。いやいや、もうボロボロじゃないですか、これ。まあね、こういう感じでね。ね、いいですよ、ね、ほら。いいですね、美味しそうですね。絶対硬い方がうまいけどな。絶対生の方が美味しいですよ。ね、やつはそういえば生。え、みんな生だって言ってます。皮だけ、あ、皮だけのやつもあるんだ。あります、あります。あの大沢さんがコメント、これをくれた方がコメントくれてますね、うんうん、皮だけのをくればよかった。すげえ、なんか僕がめちゃめちゃ失礼でだって別に硬いやつにあんこ入ってないですもんね、言ったら。まあそう、ね、これを生にしても皮にしかなんないわけですから。はい、だから生ね、皮だけも存在します、世の中に。ほら、生は子供っぽい、わかるでしょ。生は子供なんで。いや、ほんとね、硬いのジジイっぽすぎるんだよ、あまりにも極端だ、ね、ジジイが。だから、あんこなし、や生焼き菓子ならちょうど30代ぐらいっていうことなんですよ。ちょうど真ん中ってことですよね。進めましょうありがとうございます。ありがとうございました、どうも。おいしい。さあ、お、みんなのコメントが消えちゃった。さあ、はい、じゃあね、続けていきましょう。そうですね、前回、前々回にやったゲームの配信をやり直したという。そうですね、はい、で、若干変わったところがね、うん、はい、ね、ひょっとして見てない方もいるかもしれない。いないんですけども、前回は、はい、前回はサンタ服を着た子についていったと。そうですね、2人とも名前を覚えてないあの子に、はい、さやかかな。あ、そうです、ね、さやか、はい、サンタ服を着たさやかちゃんに、はい、の方についていって話が展開したと。で、はい、それで途中でバグってしまって、そう、もうこれは完全に詰んだと。バグになって、はい、なんで1からやり直して、1っていうか、だからまあその、1日分戻って、 そうですね、その1回配信分戻って、はい、前回の配信ですね、前回収録放送だったんですけど、前回の配信で、はい、雫かな、主人公メインヒロイン、ですね、ね、はい、メインヒロインの雫についていくというルートに変わりました、切り替わりました。やっぱり雫じゃねえかっていうね。まあね、一応あったんで、やり直したっていう意味がね、はい、同じ映像を見るわけじゃない。で、結構そっからの話の途中は結構変わりましたね、はい、変わりましたね、一緒に話したりとか。はい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 、そもそもなんかあの爆破さを教えてくれた人がちょっと誰だったか僕はコメントをチェックしてないんですけれど、なんかほらその人がね、気を使っちゃったらなんかあれじゃないですか。それは確かにそう、楽しくできたらいいなと思って、うん、面白いバグ技みたいな教えてくれたらマジでバグったっていう、マジでバグってやり直すとこの野郎ってなったらあれなんで、はいはいはい、まあまあちょっと、まあ、意義のあることよかったよねと。はい、はい、というわけで僕的にはだから雫が良かったから、うん、爆破さを教えてくれてありがとう。そうですね、まあまあ、まあ、でももういいですできれば攻略法をね、はい、知りたいぐらい、はい、今回はなんで、そこから新刊に行って、はい、新刊のなんかおい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 、
ウェイ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 みたいなやつを倒して、あいつ倒したの、どういう食い方し、気持ち悪い。あんこだけ食ってんの。だからあんこを先になくしちゃったら美味しいから。うわー、気持ち悪いな。いや、進めてよ。キモヤツハシじゃないですか、それ。進めてよ。そのまま肝八つ橋を食べてるんですけども、それを倒して赤のカードキーを手に入れて、新刊はね、あの普通の鉄の鍵じゃなくてカードキーで開くらしいんで、赤のカードキーを手に入れたっていうところで、セーブしております。覚えすぎじゃないですか、加藤さん。ドン。新刊のどっちだ、これ下だな、4時間やったやつね。これで、はい、ゲームを続けましょう。いやー、一回ね、だからね、赤いとこ全部開けたいですね、できれば。はい。赤いとこ、赤いカードキーを手に入れたんで。それが何を言ってるのか全然わからない。赤いカードキー手に入れたじゃん、最後。走ってました。はい。これどこだ？あー、もうね、操作をね、今忘れてます、僕。あれ、どうやってやるんだっけ？は？あれ、しゃがむのどれだ？深くです、深く。本当だ。なんでそれを忘れるの？ちょっと待ってね、マップを見て。音楽鑑賞室に変な女いましたよね、それは。襲ってくる。 やっぱり、あんこもないほうが美味しい。なんだお前は、本当に。何なんかいましたね。はい。ただ、今僕らが目指してるのはそれじゃないですよね。電源を、なんか明かりを落としつけていかないとダメ。なんかそういう言ってはでも赤いカードキー手に入れたんで、それをまず開けても別の目的ができるかもしれない。なるほど、うん。後ろ一応見てもらっていいですか。よし、ここ行きます。一応ダメージ受けましたよね、でも前ね、はい、こいつこいつ あいつだ、そうだ。なんかね、脅かしてくるんですよ、とりあえず。ダメージ受けちゃったんだよな。後ろから見たらね、可愛く見えるのに。あ、ダメージ受けない。捨てなかったらひょっとして現れないんじゃないですか、あいつ。あ、ここにもある。ある程度今の状態、あいつが座ってたところの匂いとか嗅ぎましょうよ、ちょっと。どこだ。そこです、そこです、一番端っこです。なんもない。いや、あるって。あ、ほらほら、なんか落ちてんじゃん。じゃあどれだっけ。あ、RG です。おー、でしょ。うわ、地形。なんだなんだ。あ、死ぬの。即死。即死なんだ。それともちょっと赤いから、逃げ気食らったってことなのか。めっちゃダメージかな。いや、でもあれ多分今落ちたの豆乳ですよね。豆乳かな。豆乳取るために死にます？あ、こっから？ちょっとダメージを受けてんな。こっか。漢方薬。こいつ、寄らない方がいいかな。別に何もなかったですもんね。そうですね。でも、あのテープは一番前にあった。何も動かなかったです。だから多分、明かりがついてなかったからですか？いや、多分、何か再生するものがないと意味はないと思うんですよね。別のとこにもあったやつなんで、あれは。だと思いますよ。あの中にテープが入ってんじゃないですか。え、ゲーム落としとくか。なんか音楽、明かりをつけましょう。あれ、どれだ。あ、ウッです。これか。うん、あるね、なんかヒントだね。阿弥陀丸となった。おのおのの時刻を一つの基準に合わせれば、暗い川を渡る寝具が手に入る。ああ、いろんなとこにあった時計じゃないですか。めちゃめちゃ。でもあれは多分、これはでも多分いいアイテムっていうだけじゃないですか。絶対に必要なもんじゃないでしょ、多分。いやいや、いいアイテム欲しいでしょ。いや、でも今ヒント与えられるから、多分戻るっていう前提でしょ、これは。やり込みですよ、これ、やり込み。でもどっちみちどの基準に合わせればいいのか分かんないですよね。そうそうそう、それもある。噂か。噂はあんま関係ねえな。はい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 、はいはい。あ、なんかある。エルロッド。ちょうどいいこと、不思議な力を持つ。幽霊感知できるって書いてますよ。
ほうほうほう。幽霊でもさ、ドキってなるだけでしょ。いや、さっきあんた殺されとったから。なにこれ、なぜなぜなんでよ。あ、これか。あ、動かせる。これいうの全部動かしなきゃいけないんだろうな。あ、だからアメリカの標準時に合わせたらいいってことなんじゃないですか。は？今も分かんないです、何しか。そうですね、僕今すごいすごいアホなこと言いましたね。歴史館に毛太局の灰が展示されてる、うん、まあ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 、あいつがどこにいるか分かんねえんだ。今ね、こっちにいないっぽいですよね。じゃあ今のうちに行っとかないと。バンバン開くな、これ。あ、おお、なんか買っときます。そうっすね、食堂かなんかかな。いや、もう豆乳良くないですか。カレーだけで良くないですか。ああ、そういうこと。はい、カレー買っときます。なんか急いでる時になんかパリパリパリって何回もやるのバカバカしい。はい、お腹タプタプになるでしょ。じゃあもう一回行けたら行きます。カエルだけ買ってきますか、うちしろ。そうですね、他に使い道もないことですし、ね、こちら。でもなんかあるんじゃないですか、ひょっとして。まあ4つあるから1回行った。まあまあ十分でしょ、一旦十分でしょ。確かにないっていうな。いや、コインがあるんですよ、他に。あったわ。コインは結構ね、重要だからね。いやいや、今あんまり意味ないって言ったでしょ。いやいや、重要でしょ、今。食堂かなんか。あ、カレーか。よっしゃ、やった。いや、カレー重要だな。豆乳もいいけど、豆乳もいいけど、カレーもね。ええ、今ね、おせちみたいに言いましたよ。そうですね、えなりかずきみたいなもの言いでした。青は開かないんだな。来た来た。え、今のところ赤じゃないんですか。いや青でしょ。へえ、扉の色ですね。一回戻った方がいいのかな、これ。もう全部行きました。下は何の音、これ。何の音。下はね、そうですね、今一番端の青のとこ以外は入ってますね。はい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 。でも なんで売店の横のとこなんか、ね、なんでいけないんですか。あれじゃないですか、だからカレーとか作ってる側じゃないですか。はい。で、あそこは多分あとで電気制御室が入れるのか、全く意味がないから入れないから。全く意味がないってことあるかな。だっておばちゃんが料理作ってるんですよ。まあ確かに。売店とオカルト同好会の横の空間も気になるな、なんか。売店とオカルト同好会の。そこはなんか、あっちシャッターがあったんで、外出ちゃう。搬入口みたいなもんじゃないですか。オカルト同好会入りましたよね。入りました。じゃあ電気つけていきましょう、実際。いや、ね。実際パソコン室とか、はい、地学室みたいなのあるじゃないですか。はい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 。とか一回歴史館は行ったか。あの辺もね、赤とかで開くのなかったでしょ。ああ、じゃあ一旦、鍵型になってるこの建物の先端の方に行くっていうことですね。ただジジイが今あっちにいる可能性が高いですね。いや、最悪通拝券かなんかで。いや、それが無理です。ドゥンってやって。だからあれあります。じゃああれ、どうですか、写真。あれあれ、電気。電気やりました。電気やりました。電気あります。電気どこにありました。わからん。そんな後ろじゃない気がしますけどね。あれ噂。いや違うな。これか、これか。あ、それだ。1、5、取っときましょうか。はい。今回はちゃんとスマホを持ってきましたからね、僕も。頼みますね。ちっせ。一応はい、酔い止めも飲んでるんでね。どんだけ酔えの ?1、5、8、10、12ね。はい、1、5、8、10、12。で、今が今もう1が近くです。はいはいはい。右ね。っていうか、もう今やっちゃわないと損ですね。だからいない間に。あ、ついてる。
で次は5です。ちょうど真反対ぐらい。ここが4、ここか。ここもついてる。つけたのかな。ということは次8です。上か。順番につけたかどうかが気になるな。あれ上に上りきらないとダメなんじゃないですか。8、はい、10、そうです、8、10、12、はい、でベン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 、あいつがいるとこじゃない。すぐ逃げましょう、すぐで、そうね、反対側ね、はい、曲がり切った突き当たりですね。ここね、10、あいつがいるんだよな、雲女みたいな。どっかにいましたよね。で、12ですか。12です。いた、いましたね、今、中に。え、これやったよ。つけてみましたよ。つけたら、つけると、あ、これで電気制御室の中央ホールスイッチを入れると中央ホールに爆発が起きるらしいです。は、中央電気制御室。はい、見てみよう。一番下ですよ。入れないですね、まだ。今は入れないです。あと、じゃああっちに行かなきゃいけないのかな。地下クエストパスです。あとね、なぜか頻繁に照明が消える問題があるっていうことなんで、うん、あの幽霊のいるような教室はそいつが消しに来るのかもしれないです。ひょっとしたら今全部ついてないのかもしれない。だから、え、わかります？わかんないです。あと意味がないって今コメントで言われてますね。なんじゃそれ。2階のパソコン室、4階観覧室、視聴室、閲覧室か、はい、資料室、書庫。4階にある第一書庫。あー、4階行きますか。そうですね。2階のパソコン室はもう開けたんですよね。いや、多分ね、赤行ってないんで、開けてないと思います。あ、ほんとだ。はいはい、油断しないでくださいよ。てか、もう、結構余裕があるんで豆乳飲んじゃいません？はい、豆乳飲んじゃいますか。豆乳飲んじゃいますか。豆乳ぐらいは、うん、カレーでもいいぐらいですよね、ちょっと。まあ豆乳かな、この色なら。ほら、あ、ほんとだ、すげえ。ちょうど豆乳チョイス王だ。何もない。ああ、鍵がまさか。めちゃめちゃ何もないって言いましたね、今。たまに何かあるから怖いよな。他のとこ開かないからな、でも。ねえ。ないですね。うわ、気持ち悪い。何もない。あれ、結構あれあるぞ。やっぱジジイが早いから、基本ジジイと戦う感じなんでしょうね。走って逃げてて。なるほどね。ジジイ走って逃げて芸人、今変わってるんでしょ。なんかある。あれ？触れない。は？ん？アインシュタイン？は？何も触れない。横から？え？何これ？何もない。一旦何もない。一旦何もない。何もない。いやー、これね、回復アイテム多いな。どんだけ死ぬんだよ、ここで、ね、どんだけ死ぬことが想定されてんだよ。ここあかんな。ないな。ないな。こんなもんか。でも鍵手に入れますよね。そうですね。メモ長えな。あ、何もない。何もないです。何もないこともあるか。とにかく赤い色が入ってないメモには大した意味はないってことでしょ、クリアするには。と僕は思いますよね。資料室、
第一チョコ、第二チョコ、まあ、あっち側に見てみますか、赤で焼くかどうか。あいつ全然いないな。雨音がうるさくて、あいつが近寄ってきても分かんないですね、でも。あ、口笛かなんか吹いてましたよね。いや、口笛吹きますね。はい。あ、え、ま、でも本当に訳が分かんなくなる。僕はそれ信じたままだったらどうなる、どうするつもりなんですか。マジで。ピンなんか何に使うんだろう。セーブとかじゃないですね。ですよね。ね、セーブっぽいですけど、セーブスロット増やすとか。そんなとこよく見るわ、逐一。見るでしょ。お、は？アメリカ？ペンタゴン？ペンタゴンかな。どの辺ペンタゴン？いや、北米でしょ。え、北米どこ？これが？その上でしょ。どの辺にあるんですか、ペンタゴン？ワシントンだから多分。お、あれ？は？は？ピンが1個消費された。回しながらいろいろ打ってみましょうよ。多分どっか打てるのかな。そうでしょうね。打てるところがあるんでしょう。え、ないわ。え、なんじゃ。アフリカじゃないですか。ピンが打てるといえば。なんで。いや、いっぱい土地が余ってるからね。は？何このピン。日本はどうですか。どの辺だ。こういう時日本でしょ、普通。日本あります。ありますって。その左です。行けなくない。その左です。うん、行けない。あ、行けないんですね。うん、マダガスカルも行けない。まあまあ、これはじゃあ一旦置いときましょうか。ピン何これ。ピン5本必要なんだ。へえ。はあ、はあ、はあ、ちょっと足んないんだね。地球儀にピン刺していくやつめっちゃやべえやつ。反対か、あっちか。結構いける、上。うわ、ほんとだ、これ他人の見てたら酔うな。現代美術入門、人間聴視覚。めっちゃある、めっちゃある。 2個ある。いろんな出版社が出してる。最初の攻撃、アナと雪の王様、あららららら、ははー、言いますね、本当にね。そういうおふざけなのかな。これは電源が配給されてない。知ってる知ってる。それはあの配電室かなんかでしょ、多分。チョコね。ん、高すぎて手が届く。届くやろ、こんなんね。いや、届くでしょう、ね、これは届くわ。なんか何らか脚立みたいな、もうないんすか。お、サインペンか。サインペンも重要だね。そうですよ、セーブできなくなりますからね。僕らに死活問題ですから、配信はね。脚立とかないな。どっかから持ってくる。ここに足引っ掛けばいいの、2段目ねえ、と思いますけどね、この状況なら。硬い紙があれば。ああ、カシャって。本があるんじゃないの。確かにね。本の表紙とかがいっぱいあるよ、硬い紙。なんならねえ、いっぱいあるよ、なんなら。という感じでございます。あ、第二書庫。あ、第二書庫に行けないのか。行けるでしょ。行ける。え、なんじゃこれ。なにこれ。あ、電源版。うわー、え、落とします。いやいやいや、一旦電源を入れましょうよ、とりあえず。あ、ていうか、その下がないから無理じゃないですか。ああ、危険だそうです。で、電源、あ、1回だから閉じなきゃいけないのか。え、どういうこと。閉じる。え、だから電気落とさないとあそこ触れないんじゃないですか。で、あれを入れ替えて、ヒューズを入れ替えて、はい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 、ってことでしょうね。じゃあ、せっかく158をやってきたよ。あれ消えちゃうってことですか。消えんのかな。雨うるさ。
まあ、やってもいいんじゃないですか、また。まあね、それなんなんですか。これはあの、あれでしょう。あの、問題解決を幸せの宮さん。あのジジイがなかなか来ないの怖いな。しばらく来ないようになってんじゃないですか。そんなことはないでしょ。いや、本来そのはずだったんじゃないですか。絶対にね、あっちに行ってるはずなんですよ。でも、あの、あれじゃないですか、2階に。そうそうそう、赤い鍵のところがあるんですよね。あると思います。戻りましょう。ここじゃ。怖えな、ここ開けんの。絶対ジジイいるな。え、どういうこと。いや、あっち側にいるでしょ、こっちにいないってこと。は？なんかめっちゃ光ってる。なんかめっちゃ光ってる。は？駆動ベルト発送の。あ、ほら、両方いるんですって、多分。どっちも一部が壊れてるから、どっちもいける部分を組み合わせてやろうぜ、うん、本当にことなんでしょう。ほら。え、行きます。でも 今は2階行きましょうよ。 2階の開けてない扉。ここか。あ、どっか去って行ったんじゃないですか、ひょっとして。あります。ここ窓がないから光をつけて見えるのかな。止まりません。どういうこと。わかりません。窓がない。あのパスもついてる。ここ窓がないから電気つけて、はい、あのジジイに見えんのかなって。そもそも。ああ、いいんじゃないですか、つけてみる。何か動いてますよ。ジジイが操作してるんじゃないですか。ジジイはいない。え、お、あ、CD。 あの CD めちゃめちゃ使うじゃん。あの CD、 これプリントした。プリントされてる。は？は？いや、はじゃなくて。私は誰もこの文章を読まないことを望む、うんうん、いずれ誰かがこの学校に隠された秘密に近づくなら、うんうん、私が知っていることが役に立つだろうと。東洋学の知識をもとに直接経験し調査したもの。あの、五行とかじゃないですか。信仰に等しい絶対真理である。長いぞこれ。長いな。下まで行きますか。赤がないか。儀式を行うための方法を次に記すって書いてますね。亡霊の。ないんかい。これ大した内容じゃないんじゃないですか、これ。これだから設定上必要なやつでしょうね。あと開けてないのは、ゲームを進めるためには書庫2へ入る方法を見つけてくださいと。今コメントが来てますね。だから青い、ん？青いカードを手に入れて電気落として、あそこのヒューズを変えて、はい、いや違うか、紙だ、分厚い紙だ。分厚い紙がありあそこ入れるんだってことですよね。はい。このゲームの真相に近い内容ですよって書いてありますね。あ、だからそういうことじゃないですか。え、真相に近いんじゃないですか今のは。そんな適当でやっていくつもりなの。いや、だからあの、誰か女が呪われてるんじゃないかとかいろいろ言ってたじゃないですか、僕ら、うんうん、ああいう意味の真相ってことでしょ。一旦どうしような。地学室は何もない。歴史館にも何かあるって書いてありましたっけ、メモかなんかに。何か書いてませんでした、どっかに。歴史館にも対局の牌が展示されてる。ということは、目下ドゴン水のあれですか。ん、水金鹿目あれのことかな。うん、地学室は青。え、青。あ、地学室ね。そうですね。いや、青がね、ないのよね。青がないから、うん、どうすればいいんだろう。こっからどうすればいいんだろう。紙を手に入れるでしょ、硬い紙。
あ、だからここで借りられてるんですね。なるほどね。第二職人。硬い紙。硬い紙があった、あれなんかある？テープを手に入れるしかない。そうですね。今できるのはとりあえずテープ。じゃあ行きますか、1階に行きましょう。音楽室入って1階セーブします。はい、チッチッ。7本あるんでね。逆に言うとあと7回しか。いやだね、1日ご丸ごとやり直すのが嫌すぎるんですよ。まあ確かにね。1回行ってないとこって、でも青のとこ以外は行ってますもんね、一応ね。水を手に入れたらそこが開くはず。おそらく水が手に入るんでしょうね、図書室でね。あの書庫2でね。うん。どこだっけ、右か、あそこか。ここの板外れてるの何なの。誰かが落ちたってことじゃないですか。いや、外れてると思う。落ちた衝撃で。ここだけだよね。鬼の顔とかが浮かんでるのかもしれない。あ、これは情報ありましたっけ。ないな。それこそテープの中にあるんじゃないですか。書庫1で空洞を作動させる。空調。空調か。はい。でもあれ青い鍵がいるんじゃない。だから抜いて差し替えろってことじゃないですか、さっき加藤さんが言った。だから電源を消して、うん、電源を消した時に触らないと、なんか触れないって言われました。ヒューズ、電気が通ってて。あれは真ん中ですよね。ん？真ん中？加藤さんがその時触ろうとしたのは真ん中、何も入ってないところを触ろうとして、はいはいはい、電気が通ってるから危ないって言われたんですよね、うん、多分あの、もう急いであれ取って逃げましょう。アルチアルチ。あ、死んだ。作詞。作詞だこれ。セーブしててよかった。そうですね。